どうもトレインです。本日もマリオカート実況でいこうと思います。よろしくお願いします。最初のコースは 150cc のココナッツモルツ。さあまずはしっかりアイテム取ってキノコ来い。オッケー。いやー出てないね、出てないけども、まあこのままねじわじわ走っていきながら様子見ていきますか。よいしょ。さあ3人は入ってるけども、ちょっと2位の人が赤コーラ持ってて、投げづらい状況だから一旦様子見ていこうかな。よいしょ。さあ赤コーラ投げられてるけども、まあ一旦大丈夫で、ちょっとお金も足りないのでね。危な、その緑コーラ危なそう。オンザビーチで危なそう。オンザビーチしっかりかわしながら、じわじわとねコイン回収していきますか。よいしょ。さあ4、なんかめちゃめちゃ上から飛んで、ちょっとちょっと上から、ちょ上から緑コーラなすりつけんでもろてな。さあだいこれでもどうしようかな。一回被弾しちゃってだいぶ前も詰まっちゃってるから、まあ一回止まってで打開のムーブするのが多分いいんじゃないかな。オッケー。このキラー美味しいな。このキラーを全力で持っていきたい。これ3周目に剥げたらだいぶ強いと思うんで、まあ大事にしていきたいですね。ちょっと待って、バカ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 、どこ引っかかってんのねえ。もう何してんの俺、もう本当にバカ。もうなんでそこでもうどこで引っかかってんだよ俺は。もう待て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 、今の失態でこれ勝てる見込みあんのか。いや、やばいってこれマジで、勝てる見込みあんのか本当。今のだ大ポカやばすぎるんだよな本当さあこれで上がっていけるのかってところなんだけど、よいしょ。さあジャンプぶちかまして、いや元気のだよね。バナイチじゃどうしようもないよねこれ、やばすぎるマジでこっから逆に注意でも取れたらマジで儲けもんでしょ。よいしょ。さあアイテム取って何出るかだけど、あー昨日4か、昨日4じゃちょっと勝てる見込みが薄いけども、ちょっと諦めない、ちょっと諦めない姿勢でいくわ。諦めないで、ね、姿勢でいきます。よいしょ。さあしっかりとグライダー使って、よいしょ。さあ斜めグライダーもしっかり伸ばしつつ、あなんかめちゃめちゃ荒れてる、なんかめちゃめちゃ荒れてて、えよいなんでこれで4位取れてるんだろう、よくわからん。もう逆にこれで4取れてることが不思議すぎるわさあ第2レース目はスカイガーデンと、ちょっとねお見苦しい走りをよいしょちょっと見せちゃったので、こっからねパリッとした走りをね見せていこうかなと思います。よいしょ。さあしっかり、シティぶちかますけども、まあ一人もやれそうにないから、一旦このね自分の地位を、自分の2位という地位を大事にね走っていこうかな。よいしょ。さあコイン欲しいのでしっかりとね、左側通って、コイン集めていきます。よいしょ。コイン回収することでマシンスピード上がっていきますので、しっかりと集めていくことが大事ですと。 OK。 久しぶりに呪文詠唱成功させて、1位の民はこれ何してるんだ、危ない危ない危ない、これちょっとバクスナ飛んできそうだから、バクスナ飛んできそうだから、まあ一旦離れておいて、おっとファイアーボール持ってんな。ファイアーボールをめちゃめちゃ1位に投げていらっしゃって、当たってるね、いいね当ててくれてて、どうしようかなこれ。まあこのままで行こうかな、このまま行こうかしら多分まあ平和に行けそうだもんね。うん、お互いキノコ持ってるし、特段何もしなければ全然もうこれで勝てそうだから、まあこのままね、よいしょ、ゆっくり走っていきますか。さあ土下座飛んできてる、まあ最悪譲られても構わんけど、譲られても構わんけども、多分巻き込みしてくる可能性はちょっと大いにあるので、そこだけ気をつけながら。さあ防御アイテム持ってなさそうだから、これ一旦投げておきますか。さあ一旦投げとくけども、あーダッシュボード前で軽減されてるね、まあいいわ。さあ1位踊り出て、キノコ持ってんね、キノコ持ってるんだったらまあ2位3位あたり、3あたりからちょっと使いかけられるんじゃないかな。まあ一旦コイン使っておきながら、よいしょ、しっかりね走っていきますか。まあ2個目のトゲゾウはもうちょっとねドンマイでいいかな。よいしょ。さあジャンプアクション出して一旦アイテム交換しておきますか。さあしっかりインついて、いやーこれ起きたい、めちゃめちゃ起きたい、起きたすぎる、起きたすぎる置いて、さあしっかり当てたけど、ちょっとトゲゾウ飛んできちゃってるからちょっと苦しい展開には変わりない。どこで食らおうかな、これグライダーで受けた方が多分強いんだよな、なんで、まあ、グライダー上で受けていきますか。さあいいタイミングでトゲゾ飛んできてくれて、これ復帰のミニターブ一回かましたら結構いい感じに走れるんじゃないかな。よーし OK、 1位取った、よっしゃーオッケー、よし OK ちゃんとねボム浮きの判断も良かったし、トゲゾ食らうね、ちょまたぼやけないで、ちょ最近めちゃめちゃぼやける、ちょっとぼやけないで、もういいわ。まあ、いい感じに、あれだ、トゲゾも食らえてね、よかったわ。よし!よし、オッケー!さ
さあ3レース目はピーチサーキット4、まあ、1位走りたかったけどもね、さすがにピーチサーキット来たら後ろ走らざるを得ないね。まあなんでしっかりね打開ぶちかまして、行こうかなと思います。よいしょ、さあしっかり止まって、よいしょ、1回転した後で、ちょっと待ってコイン全然ないから、これ人の落ちてるコインしっかり取っていきまして、よいしょ、さあどうしようかな、ここもコイン、ここも欲しいよ、ここもコイン欲しい、ここもコイン欲しい、よしよし、なんかめちゃめちゃ欲しいね。さあキノコ取られたけど、まあこれは関係ないかな、まあ一旦ちょっとバナナ当てられないように、気をつけながらね走っていきますから。さあスター引いた、まあこれはまあ使いつつ、いや使ったのはいいけど裏の近畿の弱すぎね、さすがに裏の近畿の弱すぎるからこれは交換ね。よいしょ、さあただお金もしっかりと集めながら、打開狙っていきたいんですけども、よいしょ、さあ1位、いやーそこ振るか、そこ振るのか、まあ構わん、まあここで一発振っても、まあそんなにね、ぶっちゃけ後ろの方は苦しくないので、まあここからねしっかりね打開決めていきたいんですけども、うーん、そうね、まあ一旦止まるか、まあ全然止まれる余裕ありそうなんでね。さあテレサか、テレサチャングはちょっと悩ましいな、サンダーもねちょっと降ったばっかりなので一旦入れておこうかな。あー赤コーラもまだ交換かな、ちょまだ交換した方がいいかな、まあ、ただ前に赤コーラは投げてちょっとでもちょっかいはねかけていこうかな。あこれ強いな、これ結構強いかもしんない、このミラクル8とキンキノは強いかも、これでキンキノで一回ぶちぱなして前ゴリゴリっと詰めて、もうそのままスルースルーっと上がっていくのが強いんじゃないかなといったところかな。よいしょ、さあやばい、これちょっとスター取られないようにだけして、スター取られないようにだけして、さあしっかりとさあキノコ使って、前詰めていきますが、いやーこれどうしようかな、これ後ろの人が何持ってるかちょっとわかんないからね使いづらいんだよな。よいしょ、さあ赤コラも投げておいたのか、まあ、赤コラ一旦投げておいて、さあ2位入るけど3がファイアボール持ってるね、3がファイアボール持ってるから、まあ、即座に俺がやられることはなさそうで、さあ3位は、まあ、木野さん持ってたから俺大丈夫、ただこれ1位に届かないな、やばい、ちょ待って、ちょこれ踏まれないようにだけしよう、これ踏まれないようにだけして、まあさすがに2発目のトゲゾーは俺にとってちょっと不利だから、まあしゃーないとして、いいよいいよ、オッケーまあまあ振ってなかったらまあ2か3ぐらいだったからね、まあ振ってでも4だったらまあまあまあマシな方が合うかな。よし、オッケー、さあ4レース目は、新レインボーロード、よいしょ、ちょっとちょただ普通にちょ当たり前のようにミスってるけど、まあこれね作戦としていこう、逆にこれ後ろから行くことでコインゆっくり集めれるし強いアイテムを引けるっていうことでね、まあここは一つ手打ちしたいんですけども、よいしょ、さあ復活コイン取ろう、復活コインしっかり取って、まあ後ろからねコイン集めて、打開していこうかな。よいしょ、さあまあ1周目だから、まあ多分木野さんスターあたりが相場になってくるんじゃないかな。 OK、まあ、この木野さんスターを、持ちながらね、ちょ、いい感じにね、打開狙っていきますか。まあ、おかげさまで前はかなり詰まってるのでね、まあ、ちょっと防御ないのが、ちょっと心残り、不安なところではあるけども、やばいやばい、やられる、やばいやられる、なんかそんな気がした。そんな気がしたけど、まあ、結局サンダー振るなら意味なくて、よいしょ。このサンダー美味しいなぁ。まあ、なんだったら次のアイテム交換、グライダーの交換でめちゃめちゃいいアイテムいけたらね、それはそれで、おーい、お前、俺キロ1前2人が昨日さんでどういうこと、ちょっとおかしいよな、そのハイパイはちょっとおかしいんちゃうかなそれちょっと俺のいただけないね、それはね、まあ、一旦ちょっとキノコ使って前詰めつつ、さあよいしょ、多分いいアイテム出るんじゃないかな、距離感だったら、パツくん、まあ一旦パツくん、じゃ一旦パツくんで前詰めよう、一旦パツくんで前詰めるけど、これちょっと弱いな、まあ、スターの1つや2つぐらい引いておきたいところではあるんだけどもね、やっぱこう一回早めにサンダー振っちゃうとね、2個目飛んでくる確率って非常に高いんでね。さあキラーも飛んできてるからしっかりかわしまして、いやでもだいぶ前詰まってるんだよな、だいぶ前詰まってるから、まあタッチ回り次第でワンチャンいける。おお前めっちゃ焼いてる、めっちゃ前、もういやー落とさんといてえな、それそれ落とされたらきついて、もうそれ落とされたらやばいて、いやでもこれ勝つなら、いやマジで次のアイテム、いやこれサンダー美味しくない、このサンダー結構美味しいでしょ、これ前めちゃめちゃ、これ前全滅っしょ、これ踏んで、よしよしアイテム取って、いやまあ昨日よこれワンチャン、いやいけるかこれ、一旦前詰めて、いやそのブーメラン強すぎ、
そのブーメラン強すぎで、また前ブーメランだよこれ。後ろ飛んでくるよこれ。やばいやばいやばい、なんかいっぱい飛んできてる、いっぱい飛んできてる。じゃ人を盾にして、一旦人を盾にして、当たってくんないかな、当たってくんないよな。危ない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 、やばいやばいやばい、ちょっと血の気が多いよ。1位が3位耐えて3位いやー、だからもうちょっといけそうな感あるんだけどな、なかなかちょっと届かねえなさあ5レース目はまたまたココナッツ積もる積もるつー、ちょっといやこれ 200cc じゃん、これ 200cc じゃん、気づかなかったわ200cc とはいえどね、ちょっと先ほどはね、ちょっとねお恥ずかしいプレイングをねちょっとお見せしちゃったのでね、次こそはね解消あるプレイングをね、できたらなと思います。もうただね俺 200cc の走り方知らないんだよな、どう走るのが正解なのかよく分かってない。まあ一旦それっぽく走っていくか、一旦それっぽく走って、勝利狙っていきますか。さあこれどうしようかな、一旦キノコ持ってて、おなんかすっげえバチバチにやり合ってんね、バチバチに1位と2位やり合ってて、さあ一旦ショート化しますか、一旦ショート化しておいて、やばい、ちょっと待って、もう謎の引っかかり見せていって、謎の引っかかり見せていったけど、よいしょ、さあアイテム取って、まあまだ1位遠くはないから、まあ、まだいける範囲ではあるのかな。よいしょ、さあジャンプアクション出して、一旦ちょアイテム交換できてないわ、アイテム交換できてないけど、まあ周りなんか危なそうな人いなそうだから、まあ多分大丈夫じゃないかな。やばい、その魅力ら、やばい、その魅力ら、やばい、ありがとう、捨ててくれてありがとう、捨ててくれてありがとう、オンザビーチで。さあなんかトゲゾウがもうあっちこっち行っちゃってらっしゃいますけど、おお、なんか巻き込まれる、ねえ、なんでそれ巻き込まれるの、なんでめちゃめちゃ離れてたじゃん、それ巻き込まれる納得いかないでございますよ。え、待ってこれ赤コーラ俺、嘘、俺じゃない、俺じゃないんかい、俺、いや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 、でも何に当たってるかわからん、ちょっと待って、何が起きてんの、本当に何かが起きてんの、マジで何が起きてんの、俺さっきまでなんか一瞬なんか1位出た気するんだけど、なんでこんな落ちてんの、どういうこと、なんで、もう何このゲーム、なんで俺が最下位なのこれで、んちょっと、なんでなん、もうまあちょ、最後ぐらいはね、ちょ、最後ぐらいはいいところ見せて締めたいな。うん。あんだけちょ、ボコボコにされるのも、まああんまないから、まあああいうね、ああいうとこもたまには見せていこう。ああいうとこもたまには見せて、あ、やっぱね、あ、でも勝つときは勝つんだなっていうところをね、ちょ、見せていけたらなと思います。よいしょ。さあ、スター引いたけど、だいぶ前離れてるな。だいぶ前離れてるから、ゆっくりコイン交換しつつ上がっていこうかな。さあ、しっかり止まって、ここまでしっかりコイン取っていきますと。だいぶ離れてんな。だいぶみんな前行ってるわ。これ全然キラー引けるっしょ。これキラー引けるっしょ。引ける。オッケー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 。ただこれ使いどころがちょっと悩ましいね。結構前は離れてくれてるんだけど、なんか中途半端に詰めても、まあ、正直弱い気がするので、まあこれそうね。俺はまあちょっと3周目まで引っ張ろうかな、たまには。多分3周目まで引っ張った方が、まあ、個人的には強いんじゃないかなと思ってるので、ここからで引っ張ります。ここの間でサンダー振っても、まあ、最悪ね、まあ、止まり直して、キラー引けば、まあ、問題なく勝てるかなと思うので、まあ、一旦このキラーを伸ばすことをね、集中していこうかなと思います。やばい。引かれないように、引かれないようにアウト走っていきまして、よいしょ、さしっかりジャンプも無事、いやー、振るんかい振るんかい、だいぶ前まで持ってこれてたのに。いや、こっから引くの大変じゃね、こっからキラー引くの大変じゃね、引けるのか、そもそも引けるのか結構怪しいけど、さあ一旦アイテム取って、頼む出てくれ、いやー出てくれない、まずいまずい、ちょっと待って、いやー、まずいざ降るとなると全然話変わってくるんだよな、いざ降るとなると、やっぱ降ってほしくなかったんだよな俺まあ一旦もうこのまま上がっていくしかないね。よいしょ、まあ、ただ幸いなことにスター出てくれてるから、まだねこうやり直しは効きそう、やり直しは効きそうで、さあしっかりアイテム取って、いや強いね、このキノさんスター激アツ、めちゃめちゃ激アツ、全然勝てる余地あるよ。さあショート化して、やばいやばいやばい、なんかすごいことになってて、いやー何その反射、もう一旦スター使おう、一旦スター使って、さじわーっとじわーっと舞い上がるけど、いやー兄かーもういやー振るんかそれまあでも振った割にはやっぱね2位戻ってくれるからまああれが正解だよとは思うけどね。さあおまけの1レースはヨッシーバレット、もう少しね、よいしょ、ちょパンチが欲しいので、もう少しね延長でやっていこうかなと思います。さあヨッシーバレーなんで、まあ止まりますか、止まって打開ねぶちかましていきたいんですけども、よいしょ、さあ緑コーラ捨てて、まあ一旦ね、でもねコイン集めてからうまいこと上がっていこうかな。さあキノさん引いた、キノさん引いたけどそんな関係ないな、初動はね結局コイン集めだからね。よいしょ、さあここのコインを
よいしょ、1枚かすめ取って無理やり取って、よいしょ。さあこれはどうだろうな、結構前は離れてくれてるっぽいから、まあまあうまいこと立ち回っていけば全然勝機はありそうなんだけど、これ裏にスター引きたいな、裏にスター引きたいから、まあ一旦アイテム全突破かな、一旦アイテム全突破オンザビーチで、あ、これ全然いいな、これ全然強いな、これ全然強いんだけど、強いんだけど前がちょっと譲り合っちゃってるから、まあ、そこはちょっとね気がかりなとこではあるかな。これ譲り合ってくれてなければ全然そのままで、まあ、よかったんだけど、もうこれちょっと譲り合ってる、ちょっとちょっちょっちょい、危ない危ない危ない、ちょいちょいちょいしておいて、ちょい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 、何してんの、え、何してんの、ちょっとちょい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 、勘弁してもろて、勘弁してもろて、よいしょ。あー、ただね、これ強いんだけどね、強いんだけど、どうするべきなこれは。もう強いんだけど、おお、なんかすごい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 、当たる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 、危なすぎ危なすぎ危なすぎ、オンザビーチで、ちょっと危ない危ない、ちょっと待って、周りがちょっと危なすぎて、なんか俺全然前行けないんだけど周りの地獄ぶりがとてつもなさすぎて、さあこれはもうちょっと、もう危ないからもう突っ切ろう、これ危ないから突っ切っちゃおう、これ危ないから突っ切った方がなんか安全な気がしてきた。オッケーオッケーオッケー、よーしよしよしよし、1位戻ってきた。さあテレサ持ち1位、これかなり強いよ、このテレサ持ち1位かなり熱いよ。まあトゲゾーなり飛んできたりね、あと赤コロ飛んできても、まあテレサ使えばね、まあ問題なしなので、これはまあかなり勝機高いんじゃないかな。まああとはここでテレサ使うかどうかだけどね、まあ正直使いたくない、正直使っ、いやないだろ、サンダーさすがに、さすがにサンダーないだろ、さすがにここまで来てサンダーあるってことはないだろ、もうちょっと引っ張るよ、俺はもうちょっと引っ張るよ、ここら辺で使っちゃうよ、ここら辺で使ったらもう勝ち確でしょ。さあ赤コーラ飛んできてもマッチ来いよ、さあキノコあるからしっかりショートカットして、はい、よーし、負けちゃいました、よし、気持ちいい、その1位は気持ちよすぎるよっしゃはい、まあこんな感じでね、まあ気持ち1位取ったところで本日もね動画を終わっていきたいなと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう、バイバイ。